計画を再開しよう。孫悟空たちが戻ってきたぞ。第三幕の開演としよう。愚かな神々がお前たちに知恵を与えた。結果、神だけに与えられた特権、時間の移動を行う輩が生まれるのだ。神の冒涜の根源、その忌まわしい機会は消えて当然。奴らお前の話など聞いていないようだ。私は自分に酔っているだけ。誰も聞いていなくとも関係ない。なるほど、それでこそ神。まあいい、拳で蹴りをつける方が俺たちらしい。そりゃ言えてんな。神の授けた肉体、神の気、我が物のごとくに覚え、人間不全。わかったぞ、貴様の成長が。怒りだな、息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだろう。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変え、人間にしか思いつかないおぞましい方向へ。つい見逃してしまった。そうか、怒りが宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして人間不全に敗北した無力な自分への怒り。バカに悪か、これをあだばなと地でこっちだ。見ろぜ、さえ怒りを川に変えたことで。ベジータどうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けぬか。おべを食べろ。顔を川に変える、その身刻み込む、カメハメ。誰よりも俺は今美しさの頂点にいた。悪くはない。顔を川に変える、その身に刻み込む、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。何か嫌な気が。ザマスに何か起きているのか。
危ないところだったな。人間相手にあまり無様を晒すな。もうせっかく封印できそうだったのに。逃げてください、母さん。ここは俺が。ほう、たった一人で俺たちの相手をするつもりか。貴様には学習能力が。そな、あいつの言う通りよ。一人でなんて無茶だわ。父さんと悟空さんもこちらに向かっているはずです。二人が来るまでやってみせます。結局過去の人間に頼りきりか。貴様、黙れ。貴様に、貴様に何がわかる。貴様さえやってこなければこの世界は平和だったんだ。罪を重ねて手に入れた偽りの平和だろ。それを破壊するのも神の務めだ。その相手は俺がする。貴様はブルマを連れてさっさと下がれ。同じことだ。誰が相手でもない。神の仇を知れ者が。欧米を食べろ。バカめ。彼を川に変える。その身に刻み込む。カメハメ。誰よりも俺は今の美しさの頂点にいるか。こっちだ。悪くはない。ここだ。カロをカワに変える。その身に刻み込む。カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。神の仇を知れ者が。ファイナル。終わりだな、サイヤ人。そうはさせねえぞ。人間どもは何やら不思議な技を使う。それは神である我々すら脅かすものだ。今の光、それに先ほどお前を封じようとしていた妙な技のことか。人間はただの虫けらではない。油断していたら私たちの理想はつゆと消えてしまうぞ。木は熟したということかもしれない。ポタラを使い
合体しよう。いや、それは総計というものだ。何？先ほどお前を封じようとしていた技、あれを阻止できたのは俺がいたからだ。二人いるからこそ人間たちの奇策に打てる手もあるとは思わないか？なるほど、一理あるな。それにあいつらごときを始末するのに見せる必要はない。ん？そういうことか。あちらの世界の海王神は生きているんだったな。ポタラか。まさか我々の切り札を先に使われるとは。だがポタラを使わなければならんほど奴らは追い詰められているということだ。それに合体しようとも所詮は人間、我々神に勝てるはずもない。どうした？神の力はこれっぽっちか。おのれ人間、調子に乗るな。許されぬポタラまで使用するとは、どれだけ罪を重ねれば気が済むのか。お前の理屈は聞き飽きた。さっさとひねりつぶしてみな。遊びは終わりだ。神だらがうし、こっちだよ。これでおしまいだ。はい、やれ。その身に刻み込め、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。こんな長い知れ者が下がっている。ザコ、こちらだ。お前にはこれで十分だ。ザマスよ、これは合体に躊躇している場合ではないのではないか。これでおしまいだ。はい、やれ。私は一人ではない。手助けが必要か。遊んでやろう。さて、計画の続きだ。
どうやらここまでのようだな。人間が神に勝てるはずがないのだ。なんだと？父さんも悟空さんも今のうちに俺が時間を稼ぎます。隙だらけだぞサイヤ人。トランクス！よくもトランクスをやってくれたな。トランクスの身勝手な行動は過去を変え、時の指輪を増やすという結果をもたらした。己の弱さゆえに世界を歪ませる人間は全て滅ぼさなければならない。させてたまるか。貴様らだけは絶対絶対に許さん。ベジータの言う通りだ。おめえらを倒さなきゃオラの気も済まねえ。俺たちサイヤ人の力を見せてやる。無知ゆえに神を冒涜し続けるとは。人間風情が神に力を語るな。この力、もう諦めろ。貴様も分かっているだろう。勝てるわけがないこと、やってみなけりゃ分からねえだろう。愚かだな。人間はつくづく無駄な抵抗が好きらしい。知らせてやる。全てを超越した神と無駄な人間の力の差。誰がナンバーワンかそこで見ていろ。バカめ、俺様は甘くないぞ。俺は今復讐者の報いを受けろ。
報いを受けろ。気配を消しても引っかかったな。下がっている。お前にはこれで十分だ。美しい世界のために仕留めて。悪は不要な存在だ。お前にはこれで十分だ。私は一人ではない。手助けが必要か？私は一人ではない。手助けが必要か？さて、計画の続きだ。なんだよ、いなくなっちまったんか？お前にはこれで十分だ。そこか？甘い。よ。美しい世界のために。仕留めた。悪は不要な存在。時を超え歴史を変えるという人間の愚かな選択。神の領域に踏み込み世界を歪めたその罪を死で償うがいい。人間ゼロ計画の遂行だ。ナマス・ブラック、おめえたちにこれ以上やらせねえ。あっ、めっ、あっ、めっ、うわあ、終わりにしよう。ああ。うわあ。我々の邪魔をする者はいなくなった。あとは成し遂げるだけだ。我々の悲願、人間ゼロ計画を。全ての人間を消し去ることで世界は美しさを取り戻す。それこそが神の務め。待ってろ、愚かな人間ども。我々にひれ伏し破滅を迎えるのだ。
こうして悟空ブラックとザマスにより人間ゼロ計画は遂行された。その後この世界が、この宇宙がどうなったのか、それは誰も知る由もないのだった。